さあ時は満ちた。果たして出川はペットボトルロケットで大空へ羽ばたくことはできるのか。首は繋がってますか。その飛距離はわずか50センチ。だがベガーは確かにペットボトルで空を飛んだ。以上、ご意見番の体を張った大実験でした。